横滑り防止システムの表示の例。横滑り防止装置とは、自動車の旋回時における姿勢を安定させる装置の一種。横滑り防止機構、スタビリティ、コントロールシステム、車両挙動安定装置、車両挙動制御装置、車両挙動安定化制御システム、車両安定制御システムや、車両走行安定補助システムなどとも呼ばれる。 突然の路面状況の変化や危険回避などのために急激なステアリング操作をして自動車の車両姿勢が乱れた際横滑りなどの車両の不安定な挙動を抑制し走行安定性を確保し車両の姿勢を安定させるシステムのことである a ソシ c はオーバーステアやアンダーステアなどの車両が不安定な状態を検知すると 各種センサーから得られた情報をもとに、ブレーキやエンジン出力を自動統合制御することによって、理想の走行状態に近づけるよう車両の姿勢を自動制御し、車両の急激な挙動変化を抑え、可能な限り車両の挙動を安定させる。a ソ o c は、車の基本性能である、走る、曲がる、止まるのうち、曲がるを制御する予防安全のシステムである。 走るを制御するシステムはトラクションコントロールシステム、止まるを制御するシステムは ABS である。前出の制動時に車輪のロックを防ぐ ABS、制動、加速、減速時の車輪空転を防ぐ TCS 等を統合制御することによって車両汚染回時におけるアンダーステアやオーバーステアを防止する制御を可能としている。 a ソ o c が開発されたことにより、操打角に応じて、最適に車両の姿勢を制御する機能も統合制御が可能となった。また、運転者のステアリングが意図する旋回速度と、用レーとセンサが検出する実際の旋回速度に差異がある場合、電子制御ブレーキを適切に作動させて、実際の旋回速度を運転者が意図する旋回速度に一致させる。 自動制御も可能となった。技術的な進化の過程としては、ABS と TCS が併用され、より精密な制御と作動時の車両の安定を狙って、核は独立制御付き ABS となり、溶励とセンサが組み合わされて、ステアリング切れ核に合わせて、旋回時にも車両を安定させる統合制御が可能になったと考えるとわかりやすい。 メルセデスが1995年世界に先駆けて S クラスに搭載した横滑り防止装置、A 素 C などの故障が一般的だがメーカーによって様々な故障がある事故を未然に防ぐアクティブセーフティの主要技術として先進国の車を中心に標準化が進んでいるさらに近年は電動パワーステアリングの車輪の切れ角を ハンドル操打角に単純に比例させるのではなく、最適に制御する、ソーダトルクアシストとの統合制御に発展している。こちらのシステムは、2003年のトヨタプリウスに SVSC として搭載され、2008年10月からのホンダオデッセイに VISA モーションアダプティブ EPS として搭載された。以下に、技術的な進化の過程を示す。ABS と、 t c s のシステムを組み合わせた、制動、加速、減速時のロックや、ホイールスピンを防ぐための安全補助システムが、開発される。1、の安全補助システムをより精密に制御し、作動時の車両安定性を確保するために、イブド付き ABS と、t c s のシステムを組み合わせた安全補助システムが、開発される。2、に、 相打核と要冷とセンサなどから得られた情報を統合した安全保障システムが開発される。a ソシーの導入は事故の軽減に効果があるとされ、事故率減少に効果がある。ヨーロッパにおけるデータとしては単独事故の発生率が約30%減少するという。日本におけるデータとしては事故の発生率が 車両を単独事故で約44%減少するという。後に示す客中の闘技論文、自動車横滑り防止装置の費用便益分析によれば、A シーを装備することによって、乗用車が第一当事者である事故のうちで、車両を単独事故に関しては39.5%、正面衝突事故に関しては27.0%が回避できるという。 特にドイツで普及しており普及率は約80%となっている一方アメリカは約60%日本は約60%となっている日本の普及率の低さについては消費者がシステムを知らない正当に評価をしていない自動車メーカー各社とも名称がバラバラで A シ、SO、ーの知名度が低い自動車メーカーが 販売台数の多い軽自動車などに搭載しないといった問題点が指摘されている。a ソシーは2012年10月以降に新型車として発売されたまたはフルモデルチェンジされた乗用車には全車標準装備となるが軽自動車では一部のモデルのみにオプションとして設定される場合がある。a ソシーの装着に際してかかるコストは a ソシー本体のコスト。 メーカーが主々のテストを AsoC 装着車種に対して行うために必要なコストなどがある。当然のことではあるが、全車種に AsoC を標準装備かオプション設定にするためには上記のコストが全車種を々のに対してかかる。ダイハツは一部車種に設定できた AsoC 等を含むオプションをマイナーチェンジの変更で廃止したこともあった。 登録商標の関係から開発メーカーや採用メーカーにより故障が異なる。三菱、ヒュンダイ、トヨタ、ダイハツなどのように一社で複数の名称が存在するケースがある。しかしながら、その基本的な構造、働きや効果は、ほぼ同等である。現在、日本での名称統一に向けて、アドビックス、ボッシュ、コンティネンタルのブレーキ主要3社が、 エーソシー普及委員会を組織し、登録商標ではない一般名称として、エーソシーを提唱している。なお、日本のボッシュ社を除くボッシュグループでは、ESP と呼んでいる場合があるが、日本における、エーソシーという故障の使用は、親会社であるドクボッシュ社からも承認されており、ドクボッシュ社の者も,のも来日した際には、公式の席上において、エーソシーと呼んでいる。 各メーカーでの故障は以下の通りである。a ソ c を装着した車両は保険会社により22自動車保険割引を受けられる場合がある。横滑り防止装置オフスイッチ。ぬかるみや深い雪にはまった状態から脱出する際など横滑り防止装置をオフにしタイヤを空転させた方が良い結果をもたらす場合もある。a ソ c はあくまでも運転操作や 安定走行を補助する装置である。a ソシ c は、運転に適度なゆとりをもたらしたり、危険な状況下において、ドライバーのブレーキ操作やアクセル操作、及びステアリング操作を効果的にサポートするが、車の物理的限界を高めるシステムではない。その上、a ソシ c の安全性を保とうとする能力には、限界があり、ドライバーが、いかなる状況下で、 いかなるステアリング操作をしても必ず横滑りを防止してくれる万能なシステムではない。また、a ソシ c 装着車であっても、タイヤの性能を超えたブレーキ性能を発揮することは、できず、タイヤのグリップ力の限界を大きく超える無謀運転や無理な運転までは、制御できない。さらに、a ソシ c が作動した状態であっても、車両の方向安定性、 操打性やハンドル操作性の確保には限界があり、エイソシーを過信すると思わぬ事故につながる恐れがある。したがって、エイソシー装着者であってもエイソシー装着者と同様にコーナーの手前や滑りやすい路面などでは車両をコントロールできる程度の十分な減速が必要である。また、エイソシー装着者でもエイソシーを過信せずに常に周囲の状況に注意を払い、 車両の状態、路面状況、道路状況や交通状況に応じた安全運転を心がけるべきである。さらに、a s シ c 作動ブザーが鳴ったり、スリップ表示灯やスリップ警告灯が表示されている時は、車両が横滑りなどの危険な状況に陥りやすい、または、すでに陥っていることが考えられるため、特に慎重に運転すべきである。ありがとうございます。